聖書人になりたい菅野和彦とひろみです祈りで読み解く聖書テモテへの手紙第二を見ていきます主は私をどんな悪しき技からも救い出し無事天にある御国に入れてくださいます主に栄光がよよ限りなくありますようにアーメンこの第二の手紙も第一と同じように パウロが愛する子テモテに、に信仰の戦戦いをううように励ますす。手紙でテテモテはパウロの代わりに教会に使わされてパウロと同じ心を持って福音のために使えていますそのテモテががっかりして力を失っているみたいですねうんこの第二の手紙を見ていくと神様から離れたりその言葉に逆らう者たちが何人も出てきます テモテは今、その悪人たちの迫害を受けているということなんでしょうね。うん。キリストイエスに会って、経験に生きようと願う者は皆、迫害を受けます。そのテモテを励ますために、パウロは、私と苦しみを共にしてくださいと、二度も言います。不義を持って、真理を阻んでいる者たちに対して、真理の言葉で戦うように励ましているんですね。うん。 この第二の手紙を見るとその真理の言葉というものは具体的には死に対する勝利キリストは死に対して勝利を収めて復活したそのよみがえりの言葉のことを表しているようですキリストは死を滅ぼし福音によって命と不滅を明らかに示してくださったんですねうん。もし私たちが主と共に死んだのなら 主と共に生きるようになる。もし耐えしんでいるなら主と共に治めるようになる。聖書の中には正しさのために苦しみにあってそこから救い出されたという話がたくさん書かれていますこの世の罪から救われたこともたくさん書いてありますねうん。そういう書かれたことを思い出してください聖書よく知ってるでしょう聖書はすべて神の霊感によるもので 教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。という箇所ですね。うん。そこで聖書と言っているのは、この世との戦いに勝利を収めた神様は哀れんで死から救ってくれたその迫害苦難の中での勝利を思い出してくださいと励ます言葉になっています。終わりの日が近づくと 迫害が来ると、主イエス・キリストに言われていましたね。うん。その終わりの日が来る前に、人々はあなた方を捉えて迫害し、街道や牢に引き渡し、主の名のために王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。それはあなた方が証をする機会となります。その約束が、その最初のパウロの弁明のところにはっきりと現れています。 この手もて第2の最後のところで、4章16節からのところ、その最初の弁明の話を短く引用します。私の最初の弁明の際、誰も私を支持してくれず、皆私を見捨ててしまいました。どうかその責任を彼らが負わせられることがありませんように。しかし、主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。 それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。こうして私は死子の口から救い出されたのです。サンヘドリンでパウロが最初の弁明をしたその夜、主イエスキリストはパウロのそばに立って勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証し,したように ローマでも証をししなななけれればならないと言われました。その出来事を引用しています。そしてパウロを訴えている大祭司たちはローマの総督に訴える時にテルトロという弁護士、まあ、言葉がうまい雄弁なものを雇って訴えますしかしパウロはその陰謀に対して知恵の言葉が与えられて救い出されます 死死の口から助け出されたんですね。うん、そしてパウロは「すべての悪の技から助け出し天の御国に救い入れてくださいますように」と祈りますね。うん。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせるとき。 あなた方は幸いです。喜びなさい。大いに喜びなさい。手においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。パウロは救われる前、大祭司と一緒にステパノが弁明する。その時に迫害する側でした。そしてステパノはこの罪を負わせないでください。と。 祈りましたよね。そのパウロは今度迫害される側になりますけれど、ステパノと同じように、どうか彼らがそのために裁かれることがありませんように祈ります。この手紙はパウロの遺言のような手紙です。私はすでに注ぎの捧げ物となっています。私が世を去る時が来ました。パウロは勇敢に戦って、 走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。そろそろ私の死は近いということが分かっているようです。それで、今までずっと一緒に戦ってきた手も手に、すべてのことを思い出して、この使命を相続してくださいと、この手紙を送っています。モーセが死が近くなったときに、ヨシュアに相続をした言葉を思い出しますね。うん。 主が共に立って力を与えてくれる。強くあれ、惜しくあれ、主が共にいてくださるという言葉ですね。うん。ヨシュアはこれからカナの地に入って戦って、その約束の地を受け継ぐことになりますけれど、新明期32章の歌を相続として与えます。結構厳しい警告の言葉ですよね。うん。あなた方は、 罪を犯すそして敵に攻撃されるそれでも神様は絶対に民を見捨てることはないという歌ですその言葉は命の言葉であると言われるんですねこのテモテ第二の手紙の最初にこうあります「パウロははとととなったのは命の命約束によるるいうところから始まるんですね命の約束」とは言い換えると主が どんな悪しき技からも救い出して無事天にある御国に入れてくださることです主に栄光がよよ限りなくありますようにアーメン。御言葉に生きる聖書人が生まれ増えていきますように菅野和彦ひろみでした